反帝国主義は帝国主義や植民地主義に反対する思想や運動。特に隣接しない領域や異なる言語や文化を持つ住民への征服戦争や当初の国境線を越えた国家の拡張などに反対する。また共産主義の立場による用法では経済的従属の側面を重視している。現在の意味を持つ帝国主義の用語が英語に登場したのは 1870年代後半にイギリス首相のベンジャミン・ディズレイルによる攻撃的で公然とした帝国政策への反対であった。さらにジョゼフ・チェンバレンなどの帝国主義政策の支持者により帝国主義の概念が形成された。帝国主義はある人々にとっては理想主義と事前の政策を意味し、別の人々にとっては政治的な自己利益の政策であり、 さらに別の人々にとっては、強欲な資本主義に関連している。ジョン・アトキンソン・ホブソンとウラジーミル・レーニンは、帝国主義の用語に、さらに理論的なマクロ経済的な意味を追加した。左派の多くの理論家は、帝国主義の構造的、または体系的な特徴を強調する際に、いずれかまたは、両者の影響を受けている。 自覚的な政治的運動としての反帝国主義は19世紀後半から20世紀初頭のヨーロッパで発生し、拡大するヨーロッパによる植民地主義や1898年以降のアメリカ合衆国によるフィリピン支配に反対した。しかし、反帝国主義が植民地自身で広く支持されて高まりを見せ、各種の形態による民族解放運動の基礎を形成したのは、 20世紀後半以降であった。これらの運動や彼らの反帝国主義の理念は1950年代から1960年代にアジアやアフリカの大半のヨーロッパ植民地が独立を達成した脱植民地化の進行の援助となった。反帝国主義との用語の初期の使用は1898年の米西戦争勃発後のアメリカ合衆国で発生した。 大多数の活動家は戦争自体は支持したが特にフィリピンなどの新領土の併合には反対した。1898年6月15日、ボストンでアメリカ反帝国主義連盟が結成されフィリピンの領有に反対したが併合は実施されてしまった。反帝国主義者らは特に非統治者の同意が必要として帝国主義は アメリカ合衆国の共和主義に反すると信じ、領土拡張に反対した。カール・マルクスは、資本論で、帝国主義とは、資本主義生産様式の戦士時代の一部であると考察した。反対に、ウラジーミル・レーニンは、帝国主義を、資本主義の最終段階と定義し、その段階では独占金融資本が、支配的になり、国家や企業に対して、 世界中の資源や市場に対する支配の獲得競争を強制するとした。レーニンの帝国主義理論はマルクス主義者の多数派によって採用された。マルクス主義者とレーニン主義者による帝国主義の視点は従属理論などの理論に関連し他の国々を支配する側面として軍事的または政治的よりも経済的な側面を重視した。したがって 帝国主義とは、ある国による他の国への直接的な支配が必須なのではなく、ある地域による他の地域への、あるいはある国家グループによる他国家への経済的な搾取で成立するとした。このため、植民地、または新植民地に対する直接的な支配を意味する一般的な概念としての帝国主義の用法とは相違がある。 レーニンは帝国主義を資本主義の発展段階の最終段階とし、同時発生する5つの特徴を持つとした。一国、または複数国の独占やカルテルの支配を導く、生産と資本の集積金融資本によって置き換えられた独占的資本体制としての産業資本商品の輸出より金融資本の輸出の重要資複数の 他国籍カルテルによる世界の経済的、分割独占的投資を行う列強による世界の政治的分割と植民地化。マルクス主義者は通常、戦争帝国主義者の利益追求の手段と考えるため、反戦や帝国主義戦争への反対を反帝国主義の不可欠な一部とみなす。マルクス主義者や他の急進的な左翼主義者らは、 しばしば他の活動家を平和主義から反帝国主義へ、戦争に対する一般的な反対から戦争の原動力とみなす経済体制に対する球団へ転換させるよう説得する。現代でも反帝国主義の用語はマルクス主義者や反資本主義など近接する理論の支持者には非常に広く使用されている。国際関係論におけるフェミニズム理論は 時として、判定国主義の分類に含まれる。彼らは、性差別や、拡張性と戦争の間には、例えば男らしさの概念と戦争遂行の関係など、複数の関連性があるとする。こられらの理論の一つでは、近代西洋の男性と女性の間の性差別的と、みなされる考えが、近代西洋の国民国家と違法人の間の、 植民地主義などの人種差別主義とみなされる考えと結びついているが、政府は紛争を平和的に解決すべきであり、愛情、共感、幸福などの女性らしいとされる特質をあざけるような視点を熟考すべきであるとする。この分野の著名な著作家には、アンティックナーや、シンシアエンローがおり、またベリフックスは特に黒人女性の愛情と、 ステレオタイプの関連性の中でこの概念について論じた。現代の思想潮流の中で議論はあるが、右派かつ反帝国主義の傾向を持つと言われているものには、大別してリバタリアニズムと旧保守主義がある。一部のリバタリアンは国家や政府による人々への干渉を最小限にすべきとの立場から国外への軍事行動に反対する。旧保守主義は、 アンドリュー・ベースビッチやパッド・ブー・キャナンなどやその文化したジャスティン・ライモンドやロン・ポールなどが代表的であり社会保守主義との関連性がある。いずれもアメリカ合衆国では他国よりも影響力があり帝国主義は最良の利益でもなく孤立主義の理念的国家を実現した彼らの国の真の伝統でもないとみなしている。アントニオ・ネグリとマイケル・ハートは 伝統的な反帝国主義はもはや強敵な意味を持たないと断言した。彼らは著書帝国で、帝国主義はもはやいかなる国でも実践的、または支配的ではなく、むしろ帝国とはすべての国家、企業、メディア、大衆文化や知的文化、さらには軍事力などの一つの混合体であり、このため伝統的な反帝国主義の方法論や戦略は、 もはや適用できない、とした。ベルナール・アンリレビは、彼の著作、レフト・イン・ダーク・タイムズで、現代の判定国主義は単に偽装された、反米以外のものではなく、第三世界の指導者や過激主義者が彼ら自身の、犯罪や、権力乱用を、国民から逸らすために非常に広く喚起されている、とした。ありがとうございます。